皆さんこんにちは。ようこそグミの木へ。今日はチンチラの毎日のお世話に大活躍のグッズについて紹介したいと思います。この動画を見ると毎日のお世話が快適になり、チンチラちゃんとの触れ合いの時間をたくさん取れること間違いなし。ぜひ最後までご覧ください。それではご飯編と掃除編に分けて紹介していきます。まずはご飯編。まずペレットについてです。ペレットは朝と夜に分けてあげています。1日で体重の 1-5% ほど、その子に合わせてペレットの量を決めて与えるといいということです。我が家では2匹ともチモシをよく食べるので、体重の約 3% ほどのペレットを与えています。ゴマは体重約 420g、 ハギは体重約 390g。 2匹とも体重の 3% は約 12g なので、1回 6g をあげています。ペレットは測ることが必須なので、測りが必要になってきますね。こちらはペット専用ばかりとして、体重測定の時とペレットを測る時に使用しています。ペレットを測る時にはこちらのプラスチックケースを使っています。これは100円ショップで購入したケースです。このような形で売られていました。餌箱が固定式である場合やケージ内に常に置いている場合など、ペレットの重さを測るときにこのケースを使うと少し手間を省くことができるのでおすすめです。またこのケースは蓋もついているので、ペレットを測る時だけでなく、おやつを入れて保存したり、病院などへの外出の際にペレットを少量持ち運んだりする時にも重宝しています。我が家ではゴマのケージには固定式の餌箱、ハギのケージには陶器の餌箱を使用しています。こちらの小さいケースに入れて餌を測ることで、いちいちケージの中から餌箱を取る手間を省くことができるのでおすすめです。続いてチモシーについてです。チモシーは常に食べ放題状態にしています。香りが良い方がたくさん食べてくれるので、一度にたくさん入れるのではなく、こまめに入れ替えています。チモシーを保存するときにも便利なのがこちら、大きめの保存容器です。密閉性があるものが良いです。チモシーは基本的に大容量で売られていて、このように留め具がついているタイプやジッパー式タイプなど多いですよね。これも毎回開けて閉じて結構手間がかかります。このような密閉性のあるケース、タッパーに入れておくとさっと取れて、蓋の開け閉めも簡単、密閉性も安心なのでおすすめです。チモシーの中に入っている乾燥剤も一緒に入れて保存しています。チモシーもこのケースを使うようになってから扱いが楽になり、こまめに入れ替えることが苦ではなくなりました。毎回大きな袋からあげるのが面倒だな、ジッパー式をきれいに閉じるのが大変だな、などと思っている方はぜひ試してみてください。次にお掃除編へ参ります。私がお掃除で使っているグッズはこちら、ほうき2種類、ウェットティッシュ、ペットシーツです。まずはミニほうきについてです。ほうきとちりどりのセットで大小2種類を使っています。こちらの大きい方は主に床の掃除をするときに使っています。お散歩スペースに木のクズや糞などが落ちていることがあるので、それを掃除するのに使っています。そしてこちらの小さい方は主にケージの中の掃除に使っています。ケージ内のステップの上にも糞がたまるので、それを吐くのは小さい方が便利です。大小2種類があると使い分けができるので便利です。どちらも100円ショップで購入しました。続いてウエットティッシュについてです。水 99.9% なので、アルコールが入っているものよりも安心して使えるかなと思います。こちらも100円ショップで購入した蓋をつけていますが、これもワンタッチで蓋の開け閉めができ、乾き防止にもなるのでおすすめです。赤ちゃんのお尻拭きタイプなので、厚手で大きいので1枚でいろいろ拭くことができます。お散歩中にマーキングしていたおしっこを拭いたり、ケージ内のステップを拭いたりしています。続いてペットシーツについてです。これは
小型犬用の薄型ペットシーツを使用しています。180枚入りで1000円弱でした。ペットシーツはケージの床に使用しています。だいたい2枚で片面に敷くことができます。2匹ともトイレの場所は決まっていないので、いろんなところでおしっこをします。ケージ片側に2枚、1回につき4枚を使用しています。ペットシーツを使う際に注意したいポイントとして、紙類をよく噛んでしまう子、食べてしまう子の場合は絶対にペットシーツが床の網からはみ出ないようにすることです。少しでも飛び出ていたり手が届く範囲にペットシーツがあると引っ張り出して噛み散らかします。噛んで粉々にするだけならまだ良いのですが、誤って食べてしまうと体に良くないので注意が必要です。ここまで紹介したお掃除グッズですが、お世話中に近くに置いておきたいですよね。我が家ではケージの周りをペットサークルで囲んでいます。このサークルの外にお世話グッズを置いておくと、いちいち立ち上がったりしなくてはいけなくて、とっても不便なんです。そこでこれらのお掃除グッズをこちらのケース、これも100円ショップで購入したものです。このケースの中に入れて、このようにサークルの縁にかけておきます。そうすると掃除中にも座ったまま取ることができ、さらにこちらのチンチラ側のスペースからも手が届き、とっても便利です。頻繁に使うことになるほうき、ウェットティッシュ、ティッシュ類はこのように常に手の届く範囲に置いておくのがおすすめです。今日は毎日のお世話で大変便利なグッズを紹介しました。他にもこんな便利グッズがあるよや、おすすめのお世話方法などがありましたら、ぜひコメントで教えてください。今後今日紹介したグッズを家の中でどのように保管しているかについても別の動画で紹介しますので、少しでも役に立ったと思っていただけた方、毎日のお世話を快適にしたいと思う方など、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。